M365 セキュリティゼロトラスト勉強会第19回始めていきたいと思いますよろしくお願いします19回になってきましたとディスクレーマーは見ての通りでして、まあ、セキュリティの関係のこうプロダクトの話なので間違いないようにと思っておりますけど、まあ、今日なんかも私あのセンチネルっていうことですけど 全然人前でセンチのような話したことないですね。ちょっとトライアルでございましたと。はい。えっ、ー、と、私は、あのー、石川と申しまして、えっ、ー、と、Power BI の分野でデータプラットフォームで4年目の MVP 受賞と。あと、えー、セキュリティは今年からで、まあ、今回のちょっと勉強会のきっかけにもなっているんですけど、 あの製品カテゴリーみたいなのがありましてですね、シェーム &XDR とあのいうことになってます、まああの。これまで私の取り組み、XDR 系のほうかなと思っていたんですけど、えーとまあ、こういうことで受賞もいただいておりまして、シェムの範囲もだよということをいただいておりますしあの、重要性があるのは認識しておりますので、まあ、ちゃんと取り組んでいきたいなと思って、まょ、あ、うきっかけにあのやっていきたいと思ってます。 まあ、おそらくですね、今日一日では、あの、この1時間から1時間半では、あの、語りきれないぐらいのボリューム感、技術分野のボリューム感ありますので、えっと、継続して取り組んでいきたいなと思っています。えっと、本業は、まあ、アントキャピタルっていうところで、まあ、1年半ぐらいだんだんなってきましたかね、というところです。あと、コミュニティは、この、 勉強会は月1ぐらいで、えー、やっております。で、もう一つは、えー、一番下にあります Power BI のウィークリーニュースをですね。まあ、これ、昨日もやってたのかな。ユーゴさんと須藤さんと3人でですね。えー、あ、ユーゴスト藤って書いといた方がいいですね。ちょっとこう、アップデートしといた方がいいですね。須藤さんですね。須藤さんとおやっておりますので。 ちょっと須藤さんの字が見えないですけど、服で。はい。これ大丈夫かな大丈夫そうですかね。あ、大丈夫そうですね。はい。やっておりますんで、はい。そちらもよろしかったら、まあ、ご参加いただけたらなと思います。はい。で、今日はセキュリティの方ですと。えっ、ー、と、チャット欄とかですね。皆さん、マイク、カメラ、今、オープンにさせていただいておりますので、 えっと、リアクションとかですね、えー、コメントとか、あの、歓迎でございますんで、お願いしますと。で、なんか質問があったらですね、先頭に Q とかつけていただいて、えー、いただけたらなと思います。で、どうしてもなんか発言したいんだよっていうことが出てきたらですね、もう手を挙げていただいて、チャット欄、あの、なるべく気にして、適時、見、 見逃さないように見ていくようにしますので、はい。えー、と、お願いしますと。まあ、そのときは、あの、まあ、時間等限られますので、簡潔にいただけたらなと思います。あと、まあ、今日もですね、まあ、いろいろ脱線するんじゃないかなと思ってます。まあ、大事な話とかですね、えー、そういった、まあじ、私が大事かなと思っているところはですね、あの、ピックアップして、 あの考え方とか学ぶことが大事かなと思ってますんで、えー、達成しながらやっていきたいと思います。で、まあ、セキュリティの話、あの、暗く、硬くなりがちというか、別に明るい話題あんまりないですよね。<laughs> BI もやりますけど、BI とかってこうなんかデータを分析したら、あ、分かりやすくなりましたねとか、まあ、今日はチャット GPT もとか、コパイロットも、 コパイロットフォーセキュリティとかも適時使っていきますけどコパイロットフォーセキュリティもすごい便利だなと思いますけどなんかすごい明るい話題を出してくれるわけではなく淡々とあの答えを返してくれるものですしうんとえっとチャット GPT はねなんかこうまあ地頭いいですからえっといろいろ言ってくれるんでそういうのがでちょっとでもね楽しい要素を取り入れたいなと楽しげな要素 あの、まあ、そういう会にしたいと思っています。で、えっ、ー、と、勉強会ですんで、あの、セミナーではありませんので、まあ、お互いにこう、あの、学び合ったりするような感じで、えー、コミュニティですんで、感謝の気持ちでっていうことで、やっていきたいと思っております。そして、録画しましたよね。録画。録画怖いですね。録画してます。録画を YouTube に後で公開しますと。前回ですね、18回はちょっと特別会で、 あの、インチューンの本を書いてくれた、あの、お三方来ていただきましてですね、ゲストでちょっと楽しくやりましたね。クニーさん、カックさん、高橋さん来ていただいて、あの、それも YouTube の、私のチャンネルのライブのところから、あの、アーカイブとか、あとプレイリストで、 の勉強会のリストがありますんで。でまあ、そこから辿っていただければ、やはりあの皆さんと出た回は再生回数全然違うなっていう感じで。でまあ、結構見ていただいて、あのー、楽しく話せて良かったかなと思っています。はいで、今日はですね。スライドあるようなないようなまあ、ほとんどないに近いんですけど、えっ、ー、とまあ、もしかしたら公開するかもですけど、まあんまりこう枚数がないので。という感じです。 えー、ハッシュタグは、あ、見ての通り、M36 をセックというふうにしております。はい。えー、今日のアジェンダでございますと。まず、最近のトピックスからいきますか。最近のトピックスは、えー、そうですね。えっ、ー、と、アドベントカレンダーっていうのが季節になってきましたねと。 いうことで、普通にこう、キータっていう技術ブログ行っていただくと、まあ、もともとはその開発系の開発に関することならあ記事にしていきましょうっていうことで書いておりますが、えっと、まあ、キータさんも経営が変わったり、やり方が変わったり、いろいろこう変わっていってますけど、えっと、例えばこれ、フォロー中のタグとかもこう出るようになってますね。私な、これ、 この間、あの、記事書きました。キーパーとかですね。Azure Sentinel ってなってますね。このマークだから、まあ、これかなっていうことでやりましたけど、まあ、本当はもう名前変わって Microsoft Sentinel ですね。やっぱ、ハービアにないですね。もっと見るで。あ、こんなに出てきましたね。だからこういうタグをつけてたら、えー、ちゃんと自分のアカウントを作ってやってたら、こう出てきますし、こういうインチューンとかセキュリティ話もありますよねっていう感じですね。 で、ここにあの、あれあります。ツリー、シーズンとしてですね、ツリーがありますので、アドベントカレンダーっていうのがあります。これあの、12月に入ったら、日めくりでこう、12月25日まで、えっ、ー、と、お楽しみでこう、記事をめくっていきましょう、みたいな感じになっております。で、ここでもですね、私参加してるカレンダーはこのようにありますけど、今参加入れてるのは、Power BI。 えーっとあと、マイクロソフトセキュリティとパワーオートメイトっていう風になっています。日付はここに入れております。まあ、事前にとかですね、まあ、自分の割り当て日の前までとかにですね、こう書いて予約投稿しておくと、そこでこう朝7時、えー、っと、限定記事共有みたいなのがあってですね、入れておくとこう出てきますね。 で、えー、セキュリティに関する、うん、カレンダーも、ここにいらっしゃる須藤さんが立ち上げてくれてますので、ちょっと URL 貼りましょうかね。今、参加者5人、購読者、ぜひ購読もですね、あの増やしていきたいですね、っていうところですし、皆さんももし記事書きたいなっていうことをぜひ思っていただいてですね、このチャットにリンクを貼りますけど、 えっと、なんかこう、ありますね、ここで。エントラー、アイデンティティ関係とか、あ,あと、ディフェンダー系とかですね。えーまあこのセンチネル、マイクロソフトセンチネルのことでもいいですしね。コンプライアンス、パービューとかですね。えーまあコパイロット系からの、でもいいですし。2022年、2023年もですね、こういうふうに、毎回この、 カテゴリーで立ち上がってきておりますので、ぜひ参加いただけたらなと思います。参加するにはですね、購読だけであれば、この購読するっていうのをマーク、あの、チェックしたらですね、あの、通知、聞ータの方に通知が来ますので、この、こういうところにですね、あの、なんか記事来ましたよとか、そういうのが出ますし、えー、っと、 自分が公開した記事にいいねとかついたらですね、いいね来たよとかですね、なんかそういうふうになります。で、私はなんか15日に出ておりますが、まあ、タイトルはこう仮で結構ですんで、こういうふうに入れて、で、えっ、ー、と、限定共有記事できたよっていうことだと、ここに事前に入れておけばですね、朝の7時に、うん、自動で公開されますというふうになっております。 ぜひ参加もご検討ください。というのが、シーズン的なネタです。で、今日はこのネタですけど、えっ、ー、と、終わりは、だいたい1時間今日ぐらいで考えております。もう、時間かなとか、あの、今日は今日で、うまあ、どうお話しするのが一番いいのかなってすごい悩みましたので、行けるとこまで行ったりしてですね、霧のいいところで、 終わりかなと思っています。次回ですね。まあ、これもちょっと、あの、ネタですけど。まあ、今回は第19回っていうことで、20回ってなんか切れ目でいいですね。1年半、2年まではいかないけど、だいぶ続きましたねっていうことなので、20回記念としてですね、12月14日土曜日に、えっ、ー、と、ストナリ勉強会コラボスペシャルっていう、 ことでですね、またあのー、前回はインチュー中関係のお三方あの、お呼びしましたけど、まあ、今回もですね、お二方ですね、えー、須藤さんとなりさんっていうですね、須となり勉強会っていうあのー、こういうディフェンダーとかセンチネイとか勉強会なさってます。月に1、2回、えー、っと、勉強会ありまして、そちらのお二人も、えー、っと、 もうこの間20回迎えられて、すごい続いてていいなと思うんですけど、月に1回とか2回とかやられてます。マンスリーって書いてありますけど、2回ぐらい、2週間に1回ぐらいやられてるかなと思います。えっ、ー、と、こちらのお二人を呼んでですね、ちょっと年末でもありますし、ちょっと、あのー、やっていきたいなと思ってます。はい。すとなり勉強会コラボスペシャルです。次回は、こちらの勉強会は6日ですね。 セキュリティマンスニュースというふうになっております。こちらの URL もチャット欄に貼っておきます。こちらのお二人をお呼びして、えっ、ー、と、そしてですね、いつもあの祝日にこの回やることも多くて、今日もえっと、昨日の3日、文化の日の振り替休日なのかななんかわかんないですけど、今日3連休ですけど、12月はあの、祭日ないんですよね。 ということは、どっかの土曜日とか日曜日でやらなきゃいけないけど、日曜日はまあ基本ウィークリーニュースがあるのでできませんねと。で、土曜日も、結構私、セキュリティ関係で言うと、イサカっていうあの、えっと、システム監査の集まりみたいなのが40周年イベントみたいなのが12月7日にあったでですね、あの、結構埋まっていってましてですね、そうなるともう14日しか、 なななないいかなみたいな感じににって14日にして日しますで、14日はですね、土曜日といえばあの、気ままに勉強会。まあ、こちらもちょっと一,一部お手伝いしておりますが、パワーオートメイト等の楽しく学ぼうという、あのタナさんっていう方が主催されている、気ままに勉強会がですね、おそらくあの20時から実施予定なので、この会は19時から1時間やりまして、えー、っと、1時間で、いつも1時間半ぐらいやってますけど、 この祝20回はあ、スペシャルなのに短いというね <laughs>、あれですけど、えっ、ー、とー、19時、20時でやって、20時からは気ままという感じで、はい。ちょっと忙しいですね。秋はイベントが多いですね、みたいな感じですね。で、これ下書きしている、えっ、ー、とー、コンパスでして、この回が終わる頃、20時半、 あ22時半ってなってますね。これちょっと後に直さないといけないですね。えっ、ー、と、終わったら公開になりますんで、えっ、ー、と、またこれ申し込んでいただけたらなと思います。終わりの時間が1時間ぴったり、ぴったりになってるねとか、えっ、ー、と、あと土曜日ですねっていう感じで、つまり勉強会と、ーゼロタラス勉強会がコラボになってますよということになっております。まあ、こちらも よろしければご参加くださいねという感じでお願いします。はい。では、センチネルに行きますが、ちょっと私、さっき、あの、開始前に気になってたことを、早速そこから行っていいですかちょっとテジ、適時、チャット GPT さんにも出てこ、もらおうかなと思ってます。まず、あれですよね。センチネルって言うけど、センチネルって何の意味でしたっけみたいな。センチネル。で なん、あ、マイクロソフトセンチネで、えー、サイバーセキュリティ製品の製品にもなっていますが、何でしたっけあ、見張りなるほど。監視者だったんですね。 なんか僕が知ってるセンチネルは、えっ、ー、と、マトリックスっていう映画ちょっと前にあったのご存知ですかね。3部作があって、その後の作品が確か数年前に4部目出ましたけど、なんかそこで AI のロボみたいな、あの、イカみたいなやつがですね、攻撃してくるんですけど、その人たち、イカみたいなやつのことをセンチネルって呼んでたような気がするんですね。まあ、AI の見張り版っていう意味だったんですかね。 えー、そういう意味ですと。で、えー、っと、ここにある、まあ、ちょっとキーワード出てきますね。セキュリティ情報イベント管理。で、これが CM って言うんですかね。CM。日本語で CM でいいのかな ?CM って言ったり、日本語読みで何ですかね。しますけど。 えっと、そういうものの類の製品ってなってます。略語の名,名読み方を聞いてるんですけどね。うん、なんか表記のことをちょっと答えて、ちょっとずれちゃってますね。で、えー、サービスであり、企業のセキュリティ脅威を監視し、検出、分析、応答する。まあ、えっ、ー、と、ディテこの辺はディテクションと応答がレスポンスですかね。分析、アナリティクス的な意味の で、えー、そういう見張るような役割を果たすことを反映してますねと。見張り版ですねということですね。で、なんかこう攻撃がもしもあってしまったら、えっ、ー、と、なるべく早く検出したいですし、えっ、ー、と、脅威には迅速に対応すると、 えっと、影響を小さく収められるっていうことがありますねということなので、えっと、なんかそういうニュアンスとか、そういうこと大事ですねっていうことになっております。まあ、とは言いますけど、うんと、皆さんは今日お集まりの方は、一般的な企業の上質的な方かもしれないし、まあ、もしかしたらセンチネルテーマの都合上、えっと、ベンダー系の方かもしれないし、 私と勉強会でよくお会いする方は、まあ、広くマイクロソフトのテクノロジーを学ぶためだけですとか、いろいろいらっしゃると思うんですけど、なんかどんな企業でももうまんべんなくやっていくってことではないかもしれないですよね、ということです。で、どんなところでじゃあ他にも出てくるのとか、うんと、ここであったかな言葉で。ないかなログ。なんか中心となるのはですね、 CM って何だっていうと、えっ、ー、と、イベント管理って書いてますね。うんと、ここで言ってるのはシステム的なイベントなので、えっ、ー、と、イベントっていうのはログインしましたとか何か処理しましたみたいなことをこう記録していくことの管理をしなきゃいけないみたいな感じになっていて、一般的には CM で 次にこう連想させるられる言葉は、えー、ログっていうことかなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、そんな感じです。えー、があると思いますが、えー、どういう位置づけですかね。位置づけ。 地図けっていうかなんか私の中では、まあ一旦そのも、もうこれがなきゃ話にならないぐらいあれかなと思っております。重要な位置づけですと。まず、インフォメーションをこう集約するんですから、えっ、ー、と、なんかデータ集めますよねとで。データソースっていう言葉は、まあ Power BI とかでも出てきますし、その他分野でもデータの大元みたいなことですよね。どっから持ってくるんですかなんですけど、CM には、 えっと、デバイスだとかアプリケーションだとかシステムから収集されたログデータを中央集約するっていうことで、もう、えっ、ー、と、セキュリティインフォーメーションって言ってますけど、まあ基本、もうログを中央集約して、ここにありますようにファイアウォール、Fireall, IDS, IPS, サーバーデータベースアプリケーションネットワークなどがあるけど、それぞれにログがありますと。でそれぞれにこう人が見ていったら、えっ、ー、と、大変なので、 えっと、集約して見れるようにしたいですねっていうところから、あの、一つ考え方があるのかなと思っています。で、なんかせっかく一つに集まったんですから、異常なパターンとか不正なアクティビティを検出するために相関ルールを適用しますっていうことで、うんと、ファイアウォールから悪者が入りました。どこどこサーバーに向かいましたっていうときに、それは一つの動きとして、 こっちがまず壁が破られ、次のサーバーが破られ、みたいなことを連関して辿っていけるといいですねと。せっかく集まってるから辿り出すやすいですよね、みたいなことが平たく言うとあるのかなと思ってます。なので、えーと、そういう連鎖を把握して潜在的な脅威を特定したいですねということがありますと。で、その結果に基づいて、 えっと、検出報告オートとかですね、ディテクションレスポンスみたいなことで、なんか止めれることが、手を打てることがあるんだったら手を打ちましょうとかですね、えー、特定の条件が調べたらわかりましたではなく、特定の条件にヒットしたらアラートを生成して、迅速に対応、まあ、とにかく迅速に対応するための補助ツールなんだみたいな感じですよね。そうなってくると、えっ、ー、と、 どんな企業でもですね、なんかこういうのをやれますよとか、えっ、ー、と、環境揃えれますよっていうのは、えっ、ー、と、お金もかかるんじゃないですかとかですね、設定にも手間がかかるんじゃないですかみたいなことがありますねっていうことなんで、まあその通りなんですね。なので、えっ、ー、と、誰もがやんなきゃいけないっていうわけではないかもしれませんと。ただやり方を知っておいたり、そこで考えられてる技術の一部が ディフェンダー XDR とかに取り入れられてるとか、今、機能の統合みたいなのが始まってきておりますので、あと、小さな規模の会社でも、ログがこう、ちゃんときちっとあったら、なんか事故があっても調べられるじゃないかとか、まあ、いろいろいいところもありますので、えっ、ー、と、え すぐに、こう、環境設定やりました、終わりましたっていうことにはならないかもしれないけど、まあ、積み上げていくことっていうのは、あの、大事かなと思ってます。まあ、私も2年前までは、えっと、ネット証券っていう、大手金融機関だったので、え、大手ネット証券での大手金融機関だったので、えっと、 センチネルの前はスプランクっていうのをこの分野ではやっていまして、まあ、そこそこなお金をかけたりしてやってました。まあ、あの、これぐらいの概要だったら、まあ、やめてもお話してもっていうこと、大丈夫かなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、取材対応とかもこうやっていてですね、えっ、ー、と、なんかこんな感じで、えー、これスプランクになってますね。なんか、あのー、センチネルと同列、後で他の、 ちょっとセンチネットの,あのどういう位置づけなのかっていうのも出てきますけど、えー、とこっちやってたんですね。で、まあ、ちょうどマイクロソフトのパワープラットフォームやり始めたのも2019年ぐらいなので、えー、とその頃から、まあ、ちょっとスプランクの方もですね、えー、とちょっとお金かかるなとか思ってる矢先にマイクロソフトさんからセンチネルの発表もされて そっちもちょっと調べたりしていかなきゃな、みたいなことでやり始めてるっていう、そんな感じです。で、この勉強会では、その頃からつに作った私がテスト環境として作ったのが、私の 365E5、e、の環境にあって、なんかそれをベースにお話ししていってもいいんだけど、えっ、ー、と、当時からですね、まあ、一旦環境できた、なんかちょこちょこっと必要な時だけ触ってるとですね、 だんだんこう、プロダクトが変わってきてるんで、なんかこのアラートはどういう意味なのかとか、もうわけがわかんなく正直なってきてるので、ちょっとできるだけもう新しい環境っていうのもちょっと作るところもやってみたいなと。まあそのぐらいはちょっと今日できないかなと思っております。あと、ログがあれば、まあ、コンプライアンスとかそういう何かあった時に調べられるエビデンスですね、証拠になるよっていうこと。 でで、えー、使えるんじゃないすさっきもなんか同じような説明ありましたけど、これも、まあ、チャット GPT にちょっとログって結局なんだよっていう。で、ログって何かの略だったかなと思って、ログって何かの略ですかって聞いたら、ログは一つの単語です。ロギングとか言ったりしますけど、えー、システムやネットワークで発生したイベントやアクティビティを記,憶したデ記録したデータですよっていうことになっております。 なんかログって皆さんも見られたことありますかねいろんなログってありますけど、こうテキストでまず見られることが多いんじゃないですかねみたいな。で、こう、間膜入り CS の、CSV ような感じで、えー、ありますけど、まあ、そもそも何回やるたびにそのデータってできますから、量が多いですし、こう、列数ですね。カラム数がすごい多いんですね。なので、 パワービアとかもデータを扱う製品なので大量データ扱えますけどなんかそれをログ用のためにあるっていう感じはあんまりしないのでやっぱり数値が入るようなデータの集計がメインであり、まあ、時々テキスト系もそういうのも入ってきたりしますけどログがすごい得意な分野かっていうとちょっとそうじゃないのかなと思ったりします。で ログはシステムごととかネットワークごととかあちこちにログっていうのができるので集約した方がいいですねっていうそうじゃないともうやってられませんよ状態になりますと何かあった時だけ本当に取り出して調べるっていう場当たり的なことしかできないのでえっ、ー、とサイバー対応とかではですね集約していかないとっていう考え方がありますねとでこの勉強会ではまあこの 勉強会にご参加の皆さんも、なんか金融機関としてやってるわけではないので、えっ、ー、と、代表的な使い方とか、あここまでこんなこともできるのかみたいなことを、私も学んでいきますし、皆さんも知らない方は、あ始めてみましたっていうことでいいと思いますし、知ってる方は、あなんだって思われるかもしれませんけど、まあ、そんな感じで進めていきたいと思います。 で、マイクロソフトとしては、こういうログの製品、サイバーに関するログの製品としてですね、2019年に Azure Sentinel っていうのを出しましたと。で、名称変更は2022かなぐらい。2022年前後にマイクロソフト Sentinel っていうことで名前が変わっておりまして、まあ、いろんなブログありますけど、 一個ここブログ引っ張ってきました。えっ、ー、と、introducing Microsoft Azure Sentinel Intelligent Security Analytics for your entire enterprise っていうふうになってますね。2019年2月に出てますよと。1分で読めますよというふうに書いてあります。これちょっと日本語にしてみますか。 で、えー、また CM っていう言葉出てますね。もうセキュリティはますます巧妙化っていうのはずっと毎年のように言われてますから、えーっと、まあ、ずっと毎年巧妙化であり、今 AI もおー去年から出てきてますから、もうわけわかんないぐらい大変だと思いますけど、まあ、とはいえ、あの、正義の AI の方も活躍したりしてますので、えー、はい。 いいとこ悪いとこありますねと。で、大量の穴と出ますね。で、メンテナンス大変ですよね。でも、そもそも、おまあ、この勉強会も、登録はまあ100人ぐらいですけど、今、えー、30人ぐらいですかね、参加されていて、うん、と世の中全体でもですね、えっ、ー、と、セキュリティといっても、えっ、ー、と、幅が広いので、あと、担当の深さ、私はフォレンジックやりますとか、 私はサーバー設定のセキュリティ関係担当ですとかですね、セキュリティの何々となるのが、あのー、分かれますので、ログって結構あんまり上がってこないと思うんですよね。結構下地となる大事な要素ではあるんですけど、ログのプロってすごい少ないんじゃないかなと思っております。で、スプランクはですね、あの、ユーザー界とか、もう、スプランクさん自体が日本でもうちゃんと拠点ありますし、 えっと、ユーザーマネータ勉強会をやったりもするし、ユーザー同士のゴージャスっていうんですかね、そういう勉強会も、あのー、確か2010何年の頃からもうできて、あの、ずっとやってますんで、えっ、ー、と、ログ解析のプロさんとか、コミュニティ好きなんだよ、みたいなのがあるんですね。で、もう日本でセンチネルの勉強会って聞いたことないですよね。まあ、この回もまあ一つの勉強会ですけど、 それ専門でやってるわけじゃないんですけど、でもこれやっぱりやんなきゃいけないんじゃないかなと思って、今回の勉強会でもすごい思っております。で、しかも、うんまあ、この2019年からで、まだ5年前ですかっていう感じなんですけど、まあ、結構マイクロソフトこの分野力、まあ、いろんな分野力入ってますけど、ここもフォーカス当たっていくんじゃないかなと。なぜかというと、どんなシステムでもログってありますよね、なので、共通化して、 この部分を育てていきたいっていうのが発想としてあるので、えっ、ー、と、大事だったり、一個の箇所にログが集まってたら、今や GPT とか、えっ、ー、と、コパイロットがある時代なんで、えっ、ー、と、コパイロットフォーセキュリティも、えっ、ー、と、センチネルのデータ見てくれますよね。ちょっとそこをはみ、はみ出ましょうか。えっ、ー、と、コパイロット立ち上げておきましたと。コパイロットフォーセキュリティ セキュリティコパイロット .microsoft.com か。はい。えっ、ー、と、3scu の、あれで立ち上げたかな。はい。こんな感じになっておりますが、ここのプロンプトの横に、どこのソースを見に行きますかっていうのがあって、えっ、ー、と、プラグインっていうのがありますよという中で、Microsoft 提供のもの、ここ、隠れております。で、d i v e n d XDR とか、Entra とかありますけど、Intune, Power View。 っていうものがある中で、センチネル、プレビューとして入ってますね。インシデントワークスペース。ここを設定したら、えっ、ー、と、コパイロットさん見に行ってくれるよ。どこのワークスペースネームなんですかデフォルトとしてはどこですかとかですね。サブスクリプションの名前、リソースグループの名前、こう入れてくださいね。みたいな感じになっております。で、あともうちょっと進むと、関係するテクノロジーとしては、KQL。 これ、あの、ログを検索したりする、えっ、ー、と、言語ですね。クエリー、クストクエリーランゲージっていう略になってます。KQL はですね、SharePoint でも出てきます。SharePoint は、の KQL は、えっ、ー、と、別の略です、えー。キーワードクエリーランゲージ。これじゃないです。同じマイクロソフトですけど。 え、エクストクエリーランゲージ。クスト3だったっけななんかそういうところから来てますけど。えっ、ー、と、SQL 文にも多少似てるみたいな感じですね。KQL。こっちも、センチネルの、まあ、モロセンチネルの KQL があったり、ディフェンダー x ア r の KQL。っていうことで、データがあれば、あコパイロットさん見,見に行ってくれるようにもなりますので、まずその集約するっていうのを、 作ることになりますかねと。はい。で、えー、そういうものを作りましたよっていう説明があって、えっ、ー、と、これがあれば、従来こういうの負担だったよねということから、えっ、ー、と、解放されていくようなものを提供し始めますからねっていうことを言ってくれてます。お、なんか瀬戸さんが書いてくれてますね。瀬戸さんが書いてくれてるこれを、僕はあの、この、 ブラウザのここに出し、右に出したいんですけどね、出し方がいつもわかんないんですよね。なんか、あれ、見えない、見たいときに見えずに、えー、っと、なんかね、ちょっと、まあ、こうやって見るしかないか。じゃあ僕の顔、どっちでもいいですね、こっち。 コメントしてくれてますね。ログ集約をマイクロソフトのこの前のイベントではさらに細かく言語化していて、なるほど。マイクロソフト製品はログがマイクロソフトセンチネイルに統合されていて、他製品はログを一元化すると。なるほど。一元化するだから、製品ごとにログっていうことではなくて、 えっと、どっかみたいな感じなんですかね。一元化すれば一緒なんだけど、統合されていた方が楽だし、えー、遅れもないし、将来のスキーマ変更も耐えられるし、いいよねっていうメッセージをおー出しておきましたと。ありがとうございます。まさにこう、進化途上だと思うんですよね。で、まだまだ、なんか GPT ってテキスト処理得意ですから、なんかあり方とか変わってくるんじゃないかなっていう気が、あの、しておりまして、 なんか結構その進化を追っていくのっていいんじゃないかなと思っております。で、多くの企業が、まあ、今、名前変わりましたね。Office 365、マイクロソフト f 365に含まれる。で、そういうのはあの採用してますけど、あのただ単に Office 製品だけじゃなくて、わ、まあ、かってる人は、セキュリティ製品だなね、コンプライアンス製品だなねっていうことはわかってますと。で、そこと組み合わせて、えっ、ー、と、攻撃防ぐこともできますよねということになっていて、 で、えー、全部クラウドの中にデータ保持できるから整理されますねとは言っております。で、アクセンチュアの人も、コンサル会社の人も、なんか、これいいですねって言ってますと。で、なんかちょっと可視化されたやつになっております。で、まあ、ちょっと見出しだけでもちょっと見ていくと、企業全体のデータを簡単に収集できる。まあ、簡単なのですかね、とかですね。 ペタバイト以上とか言ってますね。もう大企業ですかね。なんかもう、テラのさらに上でみたいな感じですね。まあお金なんかここまで来たらちょっとかかりそうなイメージがありますけど。で、えー、パートナーともー、提携しながらやってますよっていうことで、マイクロソフトが全部セキュリティ製品を作ってるわけではないので、Azure 周りが基本ですよね。そうじゃない。 製品と組み合わせることってありますねっていうことで、パロアルト、F5、えー、シマンテック、えー、フォーティネット、チェックポイントなどのですね、セキュリティベンダーさんと接続しやすくなるよっていうことになってます。まあ結構こういうコネクタ系のやつっていうのはマイクロソフト得意だし、あのベンダーさんとのパートナーシップ、大手とのパートナーシップ作るのも得意ですよねっていうことで。はい、そんなことがあって、で、一回、 何らかの形で統合ってことで取り込まれたら同じインターフェースで検索できるねっていうことがいいのかなと。あと同じルールが適用できたりしますねみたいな感じになってます。で、えー、こう、アダムさんって言ってますけど、なんとパロアルトネットワークスの方からもなんかいいよねっていうコメントをもらってますねということですね。 で、AI も働きますからね、っていうことで、えー、まあ、これ2019年ですから、今の GPT で騒がれる前、LLM が出る前の AI からでも、えっ、ー、と、マシンラーニングのテクノロジーとして、そういうのを使ってですね、いろんなこう、終るものの行動などをですね、早く、えっ、ー、と、検知できるようにこうやってますからね、みたいな。とにかく、マイクロソフトに集めまし、データ集めましょうね、みたいな。 感じですかね。で、えー、そういうのがあ今もお進んできてますよね。で、LLM がさらに出てきたことで、さらにこういうのも進むんじゃないですか、みたいな。で、ログからですね、疑わしいアクティビティがあ起こってきたら、ハンティングっていうことで、まあ、それを封じ込めたり、えー、する時間をお短縮できますねとで。ここ行って、ここ行ってっていう悪者のどこに行こう、 データ送ってるんですかみたいなことを可視化できたらあいいんじゃないですかみたいな感じですかね。ハンティングクエリーと Jupyter ノートブックで Azure ノートブックを作成することでとかなんかいろいろ言ってますね。うん、これまあ出す当初からこういう発想のもとをやってます。で、自動化言いますけど、自動化といえばですね、 えっと、なんかこう見たことある画面ですね。これパワーオートメイトみたいな画面になってますけど、エンジンとしてはロジックアップスの方なのかなあですけど、えー、っと、基本的にはまあなんか起こった時には、えー、これサービスナウのマークなんですかね。なんか、えー、っと、インシデントのチケットを切って、チームズにも投稿してメールも出してみたいなことやってるような雰囲気になってますけど、えー、っと、 手でとにかくやっていたら、えっ、ー、と、追ってけないので、ちょっとでも自動化できるといいよねっていう、こういう、えー、オートメイトとかロジックアップス系の自動化機能が取り込まれてます。今コメントいただきましたね。マイクロソフト自体がパラアウトのセキュリティを導入済みかもしれないですね。そういうところもあるかもしれないですよね。うん。まあ、コンピューターでもありながら、 えっと、お互いにこのプロダクトを育てていくっていう意味では、えっと、センチネルバランスしてるときに、他社プロダクトの名前出てくる画面ありますんで、まあ見ていきましょうという感じになってます。まあそういうのが2019年にプレスされて、で、じゃあ CM ってそんな一般的なんですかっていうことで、まあ一般的っていうほど一般的ではないですとで。最近どっかで見かけたなと思って、ちょっとこれも最近のトピックスで、 ちょっと持ってきました。えっ、ー、とですね。金融庁っていう省庁がありましてですね。あ日本のテレビ番組で一瞬だけその話が出てた。なるほど。えっ、ー、と、サイバー攻撃多いですからね。金融分野における、えっ、ー、と、サイバーセキュリティに関するガイドラインということで、えっ、ー、と、10月4日にですね、えー、パブコメを経てですね、パブリックコメントを経てですね、えっ、ー、と、ここのリンクありますね。これリンク。 あの、わかりにくいですから、今説明しますね。サイえっ、ー、と、金融庁ってあんまりガイドラインを出しすぎず、えっ、ー、と、今や、昔はこう、このようにやれとかですね、これがチェックリストだ的な感じだったんですけど、検査マニュアルとかそういうのがあってですね、今はそういうのはあんまりだいぶなくなってきて、監督指針っていうのが残り、ただ、この中にもサイバーの取り組みをしなさいみたいなやつは、大きなガイドライン、 方針はあったんですけど、あまり具体的じゃなかったんですが、やっぱりことあるごとに、やっぱ金融機関たるもの、お金がちょっとありますねっていうイメージ強いですよね。今、仮想通貨も、まあ、時々大きな事故起こったりしますよね。えー、っと、あと、ペイ、何々ペイとかも、お金のあり方もすごい変わってきてますし、やっぱり、えー、っと、ちょっとちゃんとしないとすぐやられちゃいますねと、悪者、こういうのを、 大好きですからねってことになってますんで、この別紙18ですね、これがパブコメが終わった後の金融分野におけるサイバーセキュリティに対するガイドラインっていうのがですね、ついこの間、10月4日、ちょうど1か月前ですね、これ出たんですね。37ページあります。で、これは、あのー、金融機関だとか、取引所だとか、生産機関とか、まあ対象となるところ、決まっているので、 当社みたいな投資ファンドっていうちょっと小さめであり、えっ、ー、と、その他の金融機関っていう小さな枠にのところは対象ではないんですけど、今、まあ私のそのいさかとか、えー、その他の,あの外部団体の勉強会とかの関係で、えっ、ー、と、ちょっとこれフォーカス当たってますんで、今読み、私も読み進めております。でこれこんな感じで PDF なので、で、いろいろ こう結構具体的にですね。まあ最初の方はこう管理体制、方針作りなさいとか、そういうことなんですけど、2章ぐらいから結構具体的になってきまして、管理体制。あ、もうちょっと下かな。まあ、こんな感じなんですけど、ソックがどうとか、もうサイバーで出てくる用語いっぱいあるんですね。こういろいろ入ってるんですね。で、それが、絶対これをやっとくべきだっていう基本的な、あ、なんだっけ。 基本的な対応事項と望ましい対応事項。おちょっと高度だけど、ここやっておくといいですよね、みたいなことがあります。で、私、これ、ちょっとまだ公開してなくて、いずれどっかで公開するかもしれないんですけど、さっきの PDF を、えっ、ー、と、ノーションに持ってきまして、えー、ちょっとメモを入れたりしながらあー書いております。で、ここにですね、あそういえば、C、CM ってあったなと思って、 ちょっっとと見返ししててみたたら入ってましたねとやっぱり監視の分野で入ってますねセンチネルの語源でしたねそれ抜粋したのがここでしてえー、っと当局から見たまあこれツールを入れなさいだけでなんか入れてセキュリティ高まるんだったらみんなあのお金出して済むんだったらやりますよねでも入れたら環境作ったり運用したりとかあのやっていかなきゃいけないし えと当局としてこういう言葉を難しい言葉を使うにあたっては何をするからいいねっていうことをちゃんと分かりやすく言った方がいいよねと大手メガバンクから地銀さんからいろんな規模の金融機関ってありますからねとで、えー、ここに書いてあるのは39っていう注釈もありますけど、えー、ツールを活用して複数の監視情報、まあ、ソーシャルデメディアとかも書いてますね えっと、そういう世の中にあるデータとか、ダークウェーブっていう普通見えないところの外部情報も含む、なんて言ってますね。だから自社のログだけじゃなくて、他の情報とも付き合わせて、情報の相関関係を含めて、リアルタイムにサイバー攻撃の端緒がインシデントに該当するのかどうかを分析することと。まあ、これ望ましいぐらいですね、と。で、CM は、 ファイアル、うんぬんなどから出動されるログやデータを一元的に集約して、それらのデータを組み合わせて相関分析を行うことにより、ネットワークの監視やサイバー動機やマルウェアの感染などのインシデントを検知することを目的とする。なんかそういうもの、やっていくといいんじゃないですかっていうことに、こんなことも入ってきておりますよ、ということですね。で、えー、センチネルはその一つなんですね、っていうことになっております。 画面どっか行っちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね。どこ、どこなんだろうね。えっ、ー、と。これの、これでいいのかなあ、これでいい。はい。はい。で、次のスライドでこう見ていくと、じゃあ、これマジッククアドラントっていうガートナーさんっていうですね、えっ、ー、と、ところが、評価軸を作って、いろんな製品を、グローバルな製品を、 まあ年、ね、はい。まあ順当にいけば年一ぐらいですかね。えー、こう出してます。で、これ、CM の分野でも、えー、っと、2024年1月になってますね。に、えー、っと、右上がリーダーっていうことで、業界のリーダーみたいな感じですね。で、ここにスプランクとマイクロソフトがほぼ同じような位置づけで、まあ結構右上にいて、まあちょっと二強な姿があるのかなみたいな感じですね。 なんか、あと知ってる会社あるのかなっていうと、えっ、ー、と、グーグルなんかここに入ってきてますね。ビジョナリーっていうことで入ってきて、まあ、スーモロジックさんもなんか日本に拠点あるんですかね。IBM はあの、巨人の IBM。XABEAM さんは、なんか見てたらベンチャーなんですね。10年ぐらいで。名前は、あの、ちょっとは知ってますけど、どういうものかもわかんない。あと、なんとか、石油なんとかっていう会社とか、えフォーティゲートのフォーティネットとかですね。 ファーウェイとか書いてありますね。なんかあんまりこう、この辺になるともうあんまりしないですね。オープンテキスト。うんで、まあ、ここの二つちょっと気になりますね。っていうことで、まあ結構大手なんですね。っていうことがわかります。はい、ここまではちょっと前置き的な話で、まあこっからですね、センチネルにとは、結局何なんですかっていうところに進んでったり、ちょっと環境づくりのところ、どこまでうまくいくかわかんないですけど、やっていきたいなと思います。 じゃあ、ざっと、あのー、概要言って、えっと、大事な観点の概要を言って、うーん、どうしようかな。ちょっとログとは、もう見、見たりしながら、あと私の環境いじり、作り、作り込みとか、既存何があるんですかっていうのを皆さんとシェアして、まあ今日はそれぐらいまでかなと思ってます。でも、 えっと CM といえばログなのでログの技術はログアナリティクスっていうのが真ん中にありますと須藤さんコメントありがとうございますログはセキュリティ文脈でも必要ですが今後の AI 活用でも役立ちそうですねほんと役立つと思いますだから、まあ、今回は CM になったからああいう金融庁が言ってる目的ですけど あの、そうなんですよ。ログっていうのは別にセキュリティ関係なく、いろんなところログありますよね、ということで、コンプライアンス目的だったり、あと行動分析も、ログからこう行動分析して、なんか、あ、こういうところが受けるのかとか、ここのサービス使われてるのか、みたいなこと分かったりしますよね。 えっと、鈴木さん、かなり安全なので、マイクロソフトとその,そのクラウドで、それに必要なログ管理という話であって、Windows までセキュリティ、セキュアというのは危険かなと。まあ、Windows はセキュアでもあり、セキュアでもないとか、いろんな見方できると思うんですけど、まあ、ずっと追いかけて、あのー、安全になるようにっていうのを、こう、随時手当てしてやってってるもんじゃないですかね。 エグザビームスさんは直販せず、最近いろんなサースと組み合わせて選択されてなるほど、なるほど。そうですね。なんかスノーフレークとかも、えっと、なんか、提携しながらとか、なんか、調べてたら書いてありましたね。もう一つ上の石油なんとかっていう会社さんも、えっと、スノーフレークの、との連携が、とか、そんなの書いてありましたね。はい。で、ロガナティクスっていうのは、えっと、もともとある、あのー、 マイクロソフトの基盤で、ログを扱う、えっ、ー、と、分析基盤になってます。で、ここのドキュメント見ていくと、Azure Monitor っていう言葉があります。Azure Monitor ってこうなんですかみたいな感じがあって、ちょっとこの辺、後で触れますね。で、まあそういうのありながらも、まあ、今回は Azure Monitor としてのログアナリティクスは、えっ、ー、と、 置いといてで一旦いいんじゃないかなと思います。Azure モニターでもよく使われるログアナリティクスが、センチの中では、えっ、ー、と、コアな機能として、えっ、ー、と、存在してますねと。そして、Defender XDR とも、あの、今、統合、画面の中でも統合していくぞっていうのが出てきていたり、あと、コパイロット保積器、さっきも見てもらったようなものがあったりと。 いうことでなっています。あと自動化の部分は、ロジックアップスとか、そういうところが、まあ、マイクロソフトお得意なところの技術使いますよと。で、これが、ソア、ソアって言うけど、ソアって、えっ、ー、と、何の略でしたかね。えっ、ー、と、ソア、ソアは何の略ですか。 セキュリティオーケストレーション、オートメーション、アンドレスポンスですよ、えー。自動化とかね。なんかそういう感じです。で、対応してくれますね。オーケストレーションっていうのは、いろんなツールとかプロセスを連携させるっていう意味合い。オーケストラなんて言葉ありますけど、そういう感じの、こう、連携感があるの,ので、えー、っと、パワーオートメイトとかロジックアップス、まさにそういうものですよね。はい。 じゃあ、そういうことを前提に、えっ、ー、と、ロ軸はログアナリティクスですよね。アナリティクスってこう見ていくと、Azure モニターのログアナリティクスの概要っていう風になっております。すぐ Azure モニターって出てくるから、まあ私は何度もこれが分かんなかったですけど、だんだんわか、分かってきたのは、まあそこでよく使われる、えっ、ー、と、 ものですよっていうことになっています。で、こう YouTube もこう埋め込まれておりまして、こんな画面になっています。で、えっ、ー、と、よく似た画面が、えっ、ー、と、センチネルの中でも出てきますので、えー、その辺を見ていけばいいのかなと思います。で、シンプルモードとか、なんか KQL モードとか、なんかいろいろありますよと。 で、えっ、ー、とですね。これどこがいいんだっけな。なんかデモデータとかあったのって、このページだっけな。よいしょ。ここからもうスライド終わりましたので、えっ、ー、と、見ていきますよ。あ、チュートリアルってありますね。こういう。で、ちょっと、まあ、動画も、音なしで、ちょっと立ち上げてみましょうか。こっちの YouTube で見るのがいいのかな。音なしで見てみましょうか。で、ちょっと、 手動早送りで行きましょうか。こういうふうにあって、画質もちょっと、これ以上上がんないの。よいしょ。こうなっていて、えっ、ー、と、これ CHLA のログアナリティクスワークスペースっていうことになっていますねと。なんかこんな画面になっておりまして、えっ、ー、と、デモシナリオでこうやっていきますよ。あ、ここになんかあったな。 デスティネーション。ああ。なんか設定話か。で、これ、これなんか見てもらえばいいんですけど、さっきの画面とこう違いますよね、と。さっき CH なんとかっていうの書いてあったんだけど、こう左上見ると、えっ、ー、と、Kubernetes、に、ネイティス、<laughs> 噛んでますね。サービスっていうふうになってますね。えっ、ー、と、コンテナ技術なんですかね。なんかそういうサービスの中で、いろんなこう って、定をしていくけど。えっ、ー、と、いろんなプロダクトで、ここのログを見たいって言ったら、このログスっていうのがあって。まあ、何よりもですね、皆さん、この。ロゴ。一致論を見ていきますか。まあ、マイクロソフトさん自身も。この辺のセキュリティ製品で。センチネルとかエクスディアルとか、ちょっと雑な時もある、あるし。なんか、さっき私、み、見返してたら、私のユーディミーでもこ。このロゴの使い方はちょっと。あのー、良くなかったなとか、思うところもあったりしました。 センチネルはこういうあの縦みたいなやつ。で、ログは、ログアナリティクスはこういう分析の縦線でこうなってるみたいな感じです。アジュルモニターはメーター。で、こうログのメ、ログ数。で、こうなるとログアナリティクスになって、で、えっ、ー、と、ここでクエリーっていう画面が出てきますよ。で、Kubernetes の何見るんですか ?CPU の消費ですかうんんっていうのがあって、で、 見たいカテゴリーをここでこのクエリー広報からあの引っ張ってくる。クエリーっていうのはあのいろんなところで使われますよね。パワークエリーとかいうのは M 言語のクエリーですし、SQL のクエリーとかもありますよね。で、ここはファインド c バリューインコンテナログステーブルからそういうものを引っ張ってくるクエリー例っていうのを引っ張ってくるよっていうと こういうサンプルが出てきて、えっ、ー、と、何々のーキーワードをこう設定して、そのキーワードでテーブルからデータを引っ張ってくるんだよと。ちょっと拡大しますね。こんな感じです。レッド、ファインドストリング、ワーニングっていうことで、ワーニングメッセージが入ってるログだけを、なんかアプリケーション作ってたり、 えー、そういういですかねここで、えー、コンテナログから、えー、フォエアークのログエントリーはずファイン,ァインドスクリングストリングだからワーニングで引っ張るとこうなりますねみたいな感じでこの下のなんかこれ4列に見えますけどこれ折りたたまれていていっぱいこの中に、えーまあ、時間はど,のどんなログでも時間 何時何分何秒みたいなのがありますね。それがどこのコンピューターでっていうような情報があって、でさらに細かいカラムの属性がいっぱいあります。でいっぱいありすぎて、もうかつテキスト情報なので、まあ、エクセルとかでは追いつかない感じなので、こういうところで見ていって、えっと、まず必要となるものだけを絞り込んで出していくみたいなで。ドキュメントもすぐ見れるからねっていうことになっていて、 えっと、こういうふうに出ていきます。こうまた、左上に例がありますけど、まず、えっと、フェアで、タイムジェネリティドで、24時間前以前であり、リミット10なんで、えっと、10件だけ絞って出してねっていうことで、当たりをつけていって、で、動画、もうちょっと進みますね。 もうちょっとカラム見ていくと、ログエントリーっていうカラムの中に、ワーニングって言葉ありましたねと。で、こういうものが他にも出てるかを引っ張りたいんですね、みたいなことだと、ウェアログインエントリーハズ、ワーニングっていうふうに書き加えて、で、件数を増やして、もう一回実行して引っ張り直そうね、みたいなあ。これ別にセキュリティ理由じゃなく、開発分野とかそういうところでも、 なんかエラーがあるかどうかっていうのをこう確認していくみたいな、ああ、ことがありますよと。で、今やったのはこうですよみたいな感じになっています。で、アラートルールで何かあったらアラートを作るとか、こんなことだとか、あと Power BI の M クエリに、えっ、ー、と、拡張できますねみたいなことがあったりします。エクスポートっていうことで。はい。まあ、そんなようなことが、えっ、ー、と、 アジュールのログアナリティクスのところです。で、あとはですね、ちょっとググ、ググり方かなあ、デモって書いてありますね。デモって言って、えっ、ー、と、ランのこのチュートリアルっていうところに来ると、デモデータっていうのがあります。デモ環境っていうのがあって、これ、あの、アジュールの環境を 何らかこう、この分野に入れる管理者権限があればっていうことかもしれませんけど、こういうふうに、どのログとは限らず、えっ、ー、と、もうデモがよ読み込まれます。で、これ今デ、デモのログなんだなっていうことで、えー、ここにテストのテーブルっていうのがこういうふうにあって、えっ、ー、と、セキュリティオーディットテーブルのセキュリティイベントを 見たいんだっていうと、お実際デモデータとして、さっきのような画面が出てきますよね。で、これ三角開いてみます。そうすると、えっ、ー、と、コンピューターはどのコンピューターでタスクが何々で、これデモデータだからこんなコンピューター私知らないですね。みたいな。でも、日付は11月4日になってるんで、で、えー、なんかのプロセス、なんとかプロキシーっていうのが動きましたね。 えとセンスだからなんか XDR がヒットした動いてるんですねみたいなこととか、まあ、こんな感じの数が多いんですよね。でも一旦やっぱり集まってることがまず第一段階でえっ、ー、とそれから深掘りだとかあとその検索をしていけるとかそういうこととの掛け合わせになってくると思います。 で、これ今見ていただいてるのが簡易モードで、KQL モードっていうのにすると、さっきのセキュリティイベントで、ここになんか、ウェアで何々っていうのを書くみたいな感じでしたね。こういう風に出てくる感じですよね。えー、アカウントイコール、えー、コンテ n t えー、っと、用一とか、まあ、ないと思うんですけど、あるのかな。 まあこうやって過去24時間分過去7日分見えるよみたいなことがあったりします。で、さっきの簡易モードに戻って、あ、今クエリっていうところまで来ましたね。まあこうやって画面っていうのがあります。これがログアナリティクスっていうもので、はい。じゃあそれを軸としながら、あともう2、30分の間に えっと、センチネル話したいと思います。で、センチネルは、この Azure の管理画面から、センチネルっていうのはあります。で、私がもともと持っている、作っていたセンチネルが、えっ、ー、と、ここにいます。センチネルェアヤっていうのがあります。昔作ったんだと思います。で、これ立ち上げてみると、こんな風になりまして、えっ、ー、と、 新しい概要。概要画面もなんか最近変わったのかと。えー、プレビューがなんかあるのかなみたいな感じですかね。今どっちでも切り替えれるようになってます。何らかの、このログを取り込んでいて、11月4日の1時間ごとなんですかね。こういうふうになっていて、なんかログいっぱいなってますね。で、なんかアラートとかやっぱ気をつけた方がいいんですかねみたいな。で、ここなんかデータ出てませんね。 で、えー、データソースの異常っていうのもなんか出たり、なんか一部見えなかったりしてますねと。これ過去24時間なので、過去30日にしてみると、こんな感じになって、こうなんか単独のユーザーによる、これ XDR で出たイベントで、一応もう確認済みのものですけど、えっ、ー、と、これ大丈夫ですかみたいな感じで、えっ、ー、と、たどれるようになっています。で、これなんか新機能のこういう、 案内が出てますね。前。アクティビティログとかと連携する。インテリジェンスのコンテキストでログ分析エクスペリエンスを開きます。えー、インシデントアクション。なんか、そこつながってることが、あ、ここが連携できるんですね。オートメーションルールの作成。ちょっと押してみましょうか。なんか、ここで何かを進む、何かを含む場合は、 えっと、ここに、teams でアクション追加するっていう。だからこれはこれで、なんか、パワーオートメ t トとまた違う画面の、なんか新しいルール付け。新しい、前からあったんですかね。まあそういうのがあったり、ログログって押すと、ここで、あれ出,出てますね。えっ、ー、と、さっきと似たような画面になってますよね。KQL モード。えっ、ー、と、ここでログアンダリティクスの技術が使われておりますね、と。 で、こうテーブルですかね。オフィスアクティビティに何件ある何件あるっていうのを、あ、これ履歴が出てるのか。で、えー、っと、こうデータが引っ張れるみたいな感じになっております。で、もう一回ちょっと戻りますね。で、左側に、えー、っと、めちゃくちゃメニューあります。これなんか一つのことを、なんか、大きく取り上げながらやっていっても、 結構シ,シリーズ化して終えるなぐらいな感じの量なんじゃないかなと思いますけど、えー、っと、これ昔なかったなと思うし、これもまあ、別途勉強かやればいいと思うんですけど、マイトアタックっていう言い方のものがあります。これは攻撃者がですね、えー、っと、典型的な攻撃者の行動を、えー、っと、もうパターン化して、うんと、かつシステムと付き合わせて、えー、っと、例えばこれ、 左側からこうずっと攻撃者の行動を進めていくようなイメージなんですね。ここでコレクション、なんか収集していて、コマンダコントロール、なんか制御をして、なんかインパクトがあることを起こす、みたいな感じ。左側に行くと、イニシャルアクセス、最初のアクセス方法を調べたり、なんか実行したりしてますね、みたいな。で、えー、っと、これはこれでですね、マイターさんの関係の方が、あの、別で、 えっと、そういう集約した情報を集めて出しているんですけどこれそういうルールをつき整理するのも大変だと思うんですけどそれをログで当てはまることがあるのかどうかっていうのを、えっと、付き合わせること大事ですねみたいなことをもう最初から付き合わせたツールがもう組み込まれておるんですね。 ログをここに、こう、いっぱいちゃんと取り込んでいたら、マイターアタックとの整理も、えっと、しやすく環境になってるはずですね、みたいな。こういうことにも使っていくことができますと。で、私、じゃあ何のログ取り込んでるんですかっていうことなんですけど、ここに何千件とかありますけど、何万件か。ここにデータコネクタかな。データコネクタっていうのがあって、 こんな感じのもログ取り込んでますねっていうことに、一旦なってます。なってますと一旦言いますけど。これがですね、365、クラウ、ディフェンダークラウドアップスエンドポイント、フォーアイデンティティ、えー、でも365もう一個あったり、ここにも XDR ってあったりするんですけど、エントイデ D、エントイディプロテクション、うんぬんっていうのがありますと。あって、9個接続済み、で、9個のコネクタで9個接続済みとなって、 っているんですけどじゃあ、その他のものをデータを取り込もうと思ったら、このコンテンツハーブっていうことなのかなとかですね。このワーニングはなんか出ていて、コンテンツソースがギャラリーのコンテンツであるデータコネクタが削除されました。どれが削除されたのかよくわかんないけど、削除されたと。でも、このコンテンツハーブでは削除されたすべてのコンテンツなどを利用します。で、ここをクリックっていうふうに、で、なんちゃらかんちゃらっていうふうになってるんですね。 で私、Q の Q って書いてますよね。じゃあ、このコンテンツハブ行ってますね。こう行ってみるとですね、インストール済みがゼロになってるんですよね。でどういうことなのかが、えっ、ー、と、よくわかんなくて、でさっき Microsoft Defender XDR ありましたよね、なんですけど、おすすめとして、ミインストールになってるんで、多分前にこう、環境を作ったものは、 あんまり有効かどうかもちょっとよくわからない状態になってるんじゃないかな懸念を個人的に持っておりますので、えっ、ー、と、この不完全なところであんまり勉強会とはいえお話ししてもちょっといいのかなと思っていて、ちょっとつちゃんと作った方がいいんじゃないかなという、作り直した方がいいんじゃないかなっていう気持ちにちょっとなっております。で、作り直すには あ多分このワークスペースマネージャーとか、えっ、ー、と、ワークスペースっていうのはこの作業場ってことでしょうから、えっ、ー、と、それを作るといいと思うんですね、と思っていて、さっきこれを押したときに、ここに今1個ありますけど、サブスクリプションいくつかある中で、えっ、ー、と、最初のやつ選ばれてなかったらこうなっているので、これでセンチネルありませんっていう状態なので、 センチネルのもう一回環境を、えっ、ー、と、作って、えー、やっていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、だんだん時間過ぎてきましたけど、えっ、ー、と、じゃあ勉強コンテンツはどこなんですかっていうと、えっ、ー、と、まあ、いつもの ak.ms の learn ですかね。learn がマイクロソフトのドキュメントで、えっ、ー、と、 ランのトレーニングですかね。ここに、えっ、ー、と、いくつかトレーニングがこうありまして、製品で絞りましょうと。センチネル。を絞って、えっ、ー、と、さらに、一、まあ、回初級ってことにしますか。初級で、えー、種類を、モジュールだと単体のあれになっちゃうんで、ラーニングパスっていうので見てみると、 おコパイロットフォーセキュリティ。KQL。まあ今日はちょっと KQL やめましょうか。えっ、ー、と、初級じゃちょっとわからないなと。ラーニングパスで SC200 っていうのが四角でしたっけ四角のあれだと思うんですけど、こ,こ,これとか、これ中級ですけど、これとかで環境構築まずしなきゃいけないんじゃないですかねみたいな感じですかね。ここ 見ていって、えっ、ー、と、このラーニングパスは概要から始まり、これちょっとやってました。で、ここで作成話が出るんで、えー、で、作成したらクエリログ見えるねとか、なんかそういうことができそうな感じです。で、教日インテリジェンス利用するんで。この辺をやると、あの、最初の方としてはいいんじゃないかなと思っている次第です。 で、超早回しで概要、今も勉強会で一回やりましたので、一通り、一通りというか流しながら、あの、ちょっとバーッとなんか、あこの辺なんか、今まで言ってきたことと同じだなとか。あとは、まあ、セキュリティ、ソックっていうの、セキュリティオペレーションセンター、ソックっていうのは、まあ、そういうの専門の見張る会社みたいな感じですよね。その時にセンチネルがいいんじゃないかなと思っているという中で、 センチネートはシェームですね。収集とな々、なログ管理しますね。アラートしますね。可視化しますね。みたいな感じになってます。まず集めて、えー、可視化。で、これログアナリティクスのアイコンでしたよね。で、ハンティング、えー、脅威があることを見つけましょう。ディテクトして、えー、インシデント調査して、最初はオートメーションっていうことになってますね。と。 で、データコネクタっていうのがありますうーんと。シスログっていう一般的なシステムログの形式だとか、あとは、脅威インテリジェンスの用のデータであるとか、ディフェンダー系だとか、そういうのをさっきのコネクタの画面ですね。こういうものをデータコネクタっていうことで取り込めますよと。で、えっ、ー、と、それが、 ログアナリティクスワークスペースに保存されますので、KQL を使用したりして確認できますよ。で、ワークブックっていうことが書いてあって、えっ、ー、と、そこにあるものを使うとう、ダッシュボード的に見やすくアクセスしやすいものになりますよ、ということになっております。 で、アラート引っ掛ける、うんぬんっていうことが、ま、いろいろできることになってます。脅威の探索できますね、とか。まあ、こういうところに進めれるといいですね、と。まあ、これもなんかこう、大きな事象がないと、こんな図にはなかなかなって、こういう状況になると、大変なこと起こってるっていうことなんで、あんまり起こらないでほしいはほしいですけど。で、えー、自動化話があります。うん,うんってことになってます。 これも同じような感じですかね。で、知識チェック。ちょっともうテストなんで、えー、簡単にやってみますか。センチネイルによって、えー、っと、セキュリティ、キーとシークレットの保存じゃないですよね。確認するための、エンドツーエンドのソリューション。ちょっとよくわかんないですよね。こっちですかね。言語は KQL ですかね。取り込まれたログデータはログアナリティクス。 ちょっと1個目なんかよくわかんないですね。あ、こっちでしたね。えー、っと、体制って書いてるのがおかしいですね。と。エンドツーエンド、えー、ソリューション。これしか、あ、こっちでしたと。はい。ちょっと間違えました。はい。次行って。で、今まとまったやつがあって、モジュール1回完了しましょうか。クリックスタートから行ってもいいのかな。まあ、ちょっと一旦、今回はこの LAN のー次の パスに行ってみますか。作成管理するでいいのかな。ここまで早回しでやれるとこまでやって、えっ、ー、と、クロージング行きたいと思います。ここでいいのかなちょっと不安ですけど。左側のところでう作成したくてうずうずしてるんですけど。えっ、ー、と、センチネルワークスペースをーインストールする作る話ですよね、と。計画する。 うんシングルでいいんだけど、私の場合、既存で1個持ってるんだけど、別立てで立ててみるっていう、本当にマルチテナントがあるわけじゃないんですけど、そういうのをやってみたいと思います。で、テナントの中に、これ Azure のテナントの話ですよね。サブスクがあって、リソースグループがあって、ワークスペースの中に Azure Sentinel 入れるんだね。このログアナリティクスマークになってますね。はい。いつもの、あれになっております。で、 えっと、サブスクとかリソースグループは既存にあるもの、多分使えるものあるんじゃないかなと思いますので、一番下のこのワークスペースっていうのを、えっ、ー、と、作りたいですねっていう感じで思ってます。こう作成かなと思ってるんですけどね。はい、もうちょっとよす読み、読み進みながらやっていきたいと思います。で、こうマルチの環境もこういうの作れますねってことになってます。で、テナントさえもマルチでも統合して扱えますねと。 で、ワークスペース作成する。いよいよ来ましたね。これちょっとどうなることか不安ですけど、ちょっと一緒に共有してみましょうと。えー、っと、プラス追加ボタン作成ですけど、ここからできますよ。でお金かかりますよ。ログアナリティクスの使うところで重量制となっておりますので、まあ、あの直近何日とか分が残されるっていうことなんじゃないかなと思いますかな。 まあちょっと詳しくはあるのかもしれないですけど。で、えー、っと、権限ないとダメですね、みたいな感じになってますね、と。で、新しいワークスペース作成、サブスクリソースグループ名前、えー、追加する。で、これやってみます、みたいな感じで。あ、そうそう。ここで、えー、っと、ラボシミュレーションって言って、えー、っと、アニメーション トーク付き、英語ですけど、字幕あったかなトーク付きアニメーションと、この手順でやっていけばいいですよ、みたいなのが、右側に字幕とかも出つつ、えっと、動画とアニメーションと組み合わさったやつで、この通りやっていけばできますよ。で、これ、矢印キーでも進みますよっていうのを書いてあります。で、えー、こんな感じで、ワークスペース、 上に、センチネルとか検索したら、マイクロソフトセンチネル出てきますね。今、ここまで来ましたね。だから、ここで合ってそうです。じゃあ、これでやってみましょうか、みたいな感じですね。もう一気に小さくして、作成と。で、えー、っと、これがあ、ワークスペースが、これ既存にあるやつですね。 新しいワークスペース、ここで、リソースグループが、ファブリック、パイロットに近いところでいいのかな。もう一個作っちゃいましょうか、リソースグループ。リソースグループ、センチネル、エンチネル作って、えっと、インスタンス名、名前、ロうグ、違う。 センチネル、ええー、イシセンチネル。まあもう2025年だから2025ってしておきましょうか。リージョン、ジャパンイーストにしましょうか。ええー、と、確認と作成。最初こういうのを作らなきゃいけないですと。で、何作ってるんですかというと、 センチネルのワークスペースを作るっていうことは、ログスアナリティクスのワークスペースを作ってるんだよっていうことになっておりますね。で1ギガあたり、えー、との重量性なんですよということになっております。別の価格ページで見てねとじゃ。価格ページちょっとチラッと見ますか。チラッと見ると、日本語ページにして、えー、価格表と,、えー、と、東日本円で重量性だと、 あれでいいのかなログ。1ギガ22円とか書いてあるんですかね。あ、これ補助ログって書いてあるな。あー、インジェスト。えっ、ー、とー、なんか僕が見た画面となんかちょっと違うんですけど。1ギガ、これ500円とか書いたりしてますね。重量制。まあ、なんか大丈夫だっていうことにしますか。で、作成と。 で今、右上にリソースグループ進行中ですっていう風になってます。で、その間にちょっと右側のアニメーション進めときますか。お、なんか消えちゃったな。えっ、ー、と、クリックヒアで、クリックアットで、今みたいな感じですかね。なんか、作りましたよっていうことになって、 コンプリート。左側もコンプリートになってますね。お、消えちゃった。よいしょ。最新の情報に更新。一個できましたね。石センチネルってやつですね。これでいいのかなワークスペースできましたよと。で、ちょっと戻ってみましょうか。これで更新。あれ、ワークスペースできただけだダメなんですかね。 あ、こう、サブスクリプションが、あれ、全部ありますね。これ、元々のやつですもんね。あれダメなのかなクリックオッケー。トライアル、なんやら。オーバービューページとか言ってますけど、 えっと、どこ行ったんですかね。えっと、サブスクリプション全部。ここで、これさっきの元々のやつですよね。これじゃなくて、僕が作ったのは、ワークスペースの追加はやった。やった。ここに追加された。あ、これで追加ってやるんですね。 これで今選んでおいて追加と。はい。続きがありましたと。えっと、ログアナリティクスで、えー、っと、ワークスペース、ログアナリティクスワークスペースを作って、それをセンチネールに追加するという感じですか。はい。やってます。すぐ終わるのかな ないすねじゃあ、この間に、またさっきのアニメーションにもう一回戻りましょうか。でも,も、なんかこれ終わったら、もうなんか使えてる動画がさっき出てましたね。はい。よいしょ。ちょっとこれを、また2画面に分割してにしますか。分割して、えっ、ー、と、こう、どれでいいのかなこれでいいのかなよいしょ。 今一生懸命作っております。で、右側の場画面は、あ、こっちに来てしまった。えっ、ー、と、右側を、ちょっとこれを閉じてと。えっ、ー、と、分割ビューの終了。ちょっと関係ないやつ閉じますね、一回ね。これ閉じる、これ閉じる、これ閉じる、これ閉じる。 ここまで来て。えー、っと、こっちか。ああ、これ。ああ、これ、これが今済んだのかな。こ書いてありますね。石、あいや、石、センチネル2025。えー、っと、センチネルの無料版がアクティブ化されました。で、えー、っと、有効です。センチネルとログアンディフトの両方で1日あたり10ギガは無料ですと。30日無料が。 えっと、12月5日まで始まりましたよと。で、10ギガ超えたら課金になるからね、というふうになってます。OK と。こんな感じで、あのー、最初は、あのー、始まります。で、最初のコンテンツハブソリューションイン、インストールするってなってて、1個やってみましょうか。ちょっと、あと、こ、こっち見ていいですか。あ、これさっきのやつですね。開始する。あと、最新情報は最新情報。 ニュースになってる。で、開始するには、コンテンツハブに移動して、データの収集、分析ルール、こうやってやるんだよっていうことになっております。これが、ニュースとガイド。まあ、どっちかというと、ガイドですね。ガイド、コンテンツはここから行く。で、コンテンツハブに移動。あ、さっきの A のいわくつきのインストール済み0件から増えないやつ来ましたと。で、 ペンダ XDR でもいいし、まあ、エントラ基本ですから、エントラやってみますか。で、右側に説明、英語ですけど、こう出ております。63の分数ルール、データコネクタ1、プレイブック11、ブック2っていうふうになってます。で、価格。なんかこれ使うこと自体別にお金かかりませんよ。無料ですよってことになっております。で、インストールっていうのをやると。インストールが進行中です。 だから、ログを集めるっていうから、なんかログを触りに行くのかなとかそういうことはなく、えっ、ー、と、おこういうポチポチでいけますねと。でこれはマイクロソフト製品のことだけなんですかというと、ここに SAP とか書いてありますし、ワンパスワード、赤米とかですね、いっぱいありますねと。で、そのベンダーさんのリストは、 どっかフィルターするところがあって、プロバイダーかなフンパスワード、など、アルバ、オースゼロ、シ、えー、トリックス、あんたらかんたらといっぱいありますので、対応しているコネクタがあれば、えー、っと、それらを取り込むことはできますね、と。さすがにスプランクとかないんですかね競合だとないんですかね スプランクとかだとなんかわけわかんないことなんですかね。スラックありますね。O.Q. コパイロットにはスプランクありましたよね。O.P.O.P.Q.Q. ないです。ないですかね。じゃあ検索もしてみましょうか。スプランク。ないですね。えー、っと、キーパーとかが <laughs> な,ないんですかね。 スノーフレークしかなかったですね。クラウドストライクありましたね。まあ、こんな感じで。で、今インストール済み1になりました。なので、えー、っと、左側の構成の中のデータコネクターに行くと、今来た。でもやっぱりこのアラート、ここでも出てますね。何のこと、あのこっちはわかんないですけど。 で、今状態がここなんか色ついてない状態なので、次回勉強会にはなんかちょっと状態変わりましたねとか。そして接続さ、え選択されてません。選択はしましたで。状態が今まさに取り込んでる状態なんですよっていう感じなんですかね。接続済みはちょっとぐるぐるしております。まあ、こんな感じで、あのー、ログ取り込みできますので、 えーまあ、今回はちょっとこの今までの従来環境とは別に一個作ってみましたよということと、センチネルの基本的なお話、導入のお話のところまでしてですね、やってみましたので、もし皆さんも試せる環境とかあればですね、ちょっと試してみていただけたらなと思います。じゃあ今日はあのこんなところにして終わりにしたいと思っておりまして、 えーと、次回のことをもう一回言って、えー、お別れしたいと思います。コンパスに行きまして、ちょっとさっきあの、公開日付私間違ってたと思いますので、12月14日ですね、土曜日、えー、ゼロタスト勉強会。これを、今すぐ公開ってないんですかね。イベントを編集する。えっ、ー、と、今すぐ公開。えー と、今すぐ公開がどっかにあったと思うんだけどな。ないですね。20時に変えておきましょうか。20時。20時半から。えっ、ー、と、次回は1時間ですね。19時から。あ、即時公開ありますね。これ公開しますので、えっ、ー、と、すとなりさんとのですね、コラボ勉強会になりますので、えー、ぜひ、 えっと、12月、14日の19時、20時の1時間ですね。えー、こちらもよかったらご参加ください。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。また来月も、来月、12月だから今年最後ですね。えー、よろしくお願いします。 またあのセンチネルも継続的にやりますしその他のことも織り交ぜながら、はい、センチネルはこうあの一つ一つこう積み上げでやっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ではアフタートークありませんのでこれで終了したいと思います